チャリオスえー、今日なんですけども、えー、またまたですね音声コンテンテツとといいいうう感じでやっていこうかなと思います結構僕はいいと思うんですけどどうですかねうんあのー、僕自身もね結構 YouTube 上でも音声コンテンツ見たり聞いたりすることありますからまあええー、かなと思ってや,るやっていきますとまスポッドキャストでやっていきますと。 えー、よろしくお願いします。今日なんですけども、えー、今日のトピックは、ファッションでモテるようになるかどうかっていう話をしようかなと思っております。よくね、ありますよね。モテファッション、女子受け、これを着ればモテるとか。まあ、雑誌ですとか、まあ、ネット上のメディアとか SN、SNS とかでもそうだと思うんですけど、まあ、なんかこのファッションとモテっていうのを結構ね、どう同じ、 えー、まあくくりでというか同様にこうね絡めて話されることが非常に多いかなというふうに思うんですけども今日はそれについて話そうかなと思います、えー、結論から言うとですね私はこれに関しては非常に懐疑的でございます <laughs> 非常に疑ってます本当かそれと。 本当かそれというかほぼ嘘じゃないかっていうレベルまで疑ってるんですかこれが結構こう何かしらのこうね根拠を持って反論するのが難しいんですよ、まあ、悪魔の証明じゃないですけど持てないファッションではモテないっていうのを証明するのはね非常に難しい難しいんでまあちょっとねあの断言はなかなか難しいんですけど僕は非常に疑ってますと疑ってますでねまあその理由なんですけど例えばですけど うーんまあ、いくつかね、その、モテる、ファッションでモテるようになる、モテファッションっていうのを信じてる人に聞いてみたいのが、どういう仕組みで、どういうメカニズムでモテるようになるんですかね、と。身につけてるものを変えるだけで、どうやったらそのモテモテになるのっていうところをね、ちょっと説明願いたいんですよね。でね、あのー、例えばですよ、例えば、ズタボロのボロゾギンみたいなね、 もう1週間も洗ってませんみたいなお前山から降りてきたんかっていうような格好してたやつがいたとするじゃないですか極端な話でそいつがまあ身だしなみとして必要最低限の、えー、服装に身だしなみを整えましたってなったらまあそれはねそんなズドボロのボロ雑巾着てる時はもうそんな。 えー、女子だろうが男子だろうが関係なくおいこいつ大丈夫かっていうえってなるじゃないですかでもそういうやつがね身だしのみ整届いたらそういうやつがちょっとこうな,なんだろうな許容範囲に入ってくるっていう意味でのモテるようになるっていうことはあるかなと思うんですよこれ極端な話ね <laughs> そんな人ほとんどいないと思うんですけどボロ雑巾なんか着てる人 ほとんどいないと思うんですけど、まあ、そういうことは僕ありえるかなって思うんですね。身だしなみを整えようっていうこと。ただね、その女子受けモテファッションってそういうことを超えた話をしてないですか？ね、最低限の身だしなみを整っている人、ボロ雑巾が着てない人に対して、いやこれを着たらねなんか急にモテるようになると。ね、つまりマイナスがゼロじゃなくゼロになるってことじゃなくてゼロからプラスになかなるみたいな。 そういうようなね、こう、一般法則みたいな感じで、一般法則とは言ってないですけど、そういう感じで、こう、まあ、言うでしょ。話し方が。それがね、非常に僕は懐疑的なんです、すそんなことありますか確かにそれでなんとかなる人もいるかもしれないです。ファッションの力で、 ななんんとかるるやつもいるんでしょう、ね、多分、あのーまあ、それが例えばまあ服装しかり、まあ、髪型とかも含めればそうですね髪型とかあでまあなんとかな,らなるかならないか許容範囲になるかならないかのギリギリのところにいたやつがピョンとこうあのラインを越えてですね許容範囲内に入るっていうことは僕あり得るかもしれないですけどじゃあそれって一般的な例かって言われたら一般的じゃないですよね。 なんとかなるやつってもういればい,らな,い,いないやつもならないやつもいるなんならならないやつの方が多いんじゃないかっていう <laughs> ファッションなんか変えたぐらいでそうそうそうだからねそういうところですよねだから僕はもうモテファッション云々っていう存在もそうだしその語り方伝え方にも結構う,ーんうん、うんんっていうクエスチョンマーククエスチョンマークなんですよねでもうちょっとねあのー よくよく考えてみようということで、逆の立場だったらどうかってことを考えたらよりわかるんじゃないかなと思うんですけど、まあ僕なんか男ですから、仮にね、まあとんでもないブスがいたとしてね、とんでもないブスがいましたと、すいませんみたいな、とんでもないブスがいたとして、そのブスがね、服装を変えただけでさ、お、好きになるかなるんかお前そこのお前、モテファッションを信じてるお前、お前が想像し得る 最大限のブスを想像してもらってそのブスがなんか可愛い格好自分が好きな自分の好みな格好をしただけで好きになるかならねえだろそれだけでっていう <laughs> そう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 いうことだと思うんですよねならないでしょ確かになるレベルの人もいるかもしんないなんとかなる自分の好みとかうわこれめっちゃ好きじゃあ例えば俺がこじはるめっちゃ好きだったとしあっじゃ宇垣さんめっちゃ好きだから宇垣さんがめっちゃ好きだったとして宇垣さんみたいなもともとちょっとポテンシャルがありました ところがまあ化粧の仕方とか髪型とか服装とか全然違かった。それをちょっとうがきさんに寄せました。そしておなんか可愛くなったなって思える可能性はあるけど、いやそんなレアケースですやんっていう、そう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 みたいな話ですよね。で考えるともうどれだけ幻想かっていう話だってもう分かってくると思うんですよね。だから僕はもう本当そのモテファッションっていうのはなんかもうあの若返りの水みたいに思えてきてて。<laughs> 皆さんなんか、まあ若返りでも何でもいいんですけど、これを飲んだら、なんかあの、綺麗になりますとか、美しくなりますとか、なんかそういう水とかあるでしょ怪しい水。ああいうのにほんとね、近い気がしてて、確かにああいう水ってさ、ほんとグレーだと思うんですよ。もう僕は、ほぼ詐欺じゃねえかみたいな思うか,かもしれないですけど、でも、あの、プラシーボっていうものもありましたね、このように。 まあそれとはファッションとはちょっとまた違ってくるかもしれないですけど、まあプラシーボ効果っていうのもあって、本当にその気のせいでね、気のせいでそういうふうになる可能性もあるんですよ。あ、あ,あの、否定できないんですよね、プラシーボっていうものがある以上。ってなってくると、否定はできないんだけど、いやいや、あんなもん。でも、まあ、でもね、まあ、買う人もいるわけじゃないですか、みたいな。なんかね、そういうもう本当プラシーボレベルにしかね、僕は <laughs>。 思えないんですよ表ファッションファッション変えたところでみたいなだからね、あのー、僕はよくよく注意した方がいいと思っててそういうのってそういうのってやっぱでも返し、あのー、て受けがいいんだと思うんですよやっぱコンプレックス産業ですからそういうのって、まあ、美容整形とかと一緒でコンプレックス産業っていうのはねまあ金になるんですよ まあ金になるコンプレックスにつけ込んでというかつ、まあ、け込むって言い方悪いですけどまあそういうのって非常に金になりますからまあだからあの繰り返し繰り返しモテファッションが何だかっつって手を替え品を替えねやるんでしょうけどまあまあまあよくよく考えた方がいいのかなよくよく疑った方がいいのかなとリテラシーを持っていきましょうっていうのが僕の意見ですね。<laughs> と思いませんかここまで聞いて,ここ,聞いてここまで来てまだいやって言うんだったらまあ。 確かにあなたは若返りの水を信じてプラシーボ,のプラシーボで若返る方かもしれないですけど良 <laughs> くも悪くもですよそうそうそうってな感じですかねなのでなんかまあそんなファッションにそこまでの力あるのかなって思うので僕は結局のところやっぱそういうの気にせずねなんか楽しむことがやっぱ一番だと思うんですよ。結局うんモテるなないとかじゃなくて なんか自分が好きなものだったり、おいいなって思うものを身につけて、あ俺今日ええやん、今日の俺ええな、OK って思えるか、そっちの方が大事じゃないですかって僕は思うんですよね。うん、まさ、あ、にやっぱそこが原点で、好きなもの好きなようにっていうのはやっぱそういうことなんですけど、かなというふうに思いますし、そのモテるっていうのはね、まあ本当に多分、その、非常にいろんな要素が絡んでくると思うんですよね。いろんな要素絡んでくるでしょ だからもしかしたらというか多分ファッションも入ってますよファッションも入ってますでもそれ点にしか過ぎないと思うんですある一点にしか過ぎないわけでまあその他にもいろいろね、まあ、ファッションのみならず身につけてるもののみならず、えー、顔とか、えー、スタイルですとか、まあ、そういうビジュアル的なところも含めさらには内面とかその人の考え方とか話す内容とか。 ほんといろんなものが複合的に混ざり合うってまあ生まれることなのかなというふうに思うんでそんなファッションっていう点のところだけをいじったところで、ね、まあなんかなるんですかねっていうのもありますしねいうふうに思いますなのでまあそうやって異性の目を気にしていろいろやってる男よりもまあそんなものは関係ねえんだと自分はこう俺はこれだと俺はこういう人間だと、えー、いうふうに 割り切っていいいいる男のの方が僕はかっこいいのかなという,ふうに思いますから、はい、結果的にまあ,あのビッグダディもね俺はこういう人間だということで、えー、たくさんの思想を残しまして非常にオスとしては有能な、うん、有能なオスですよね。なのでまああながち間違ってないのかなと <laughs> まあこれは冗談として <laughs> 思いますんで。 はい、そんな感じです。まあ、あくまで私の意見なんでね、まあ、いろんな意見あっていいと思いますし、モテファッションを信じてる人に対して、まあ、僕はね、あのー、まあ別に、いいんじゃねとは思うんで、まあそんな感じです。では、また